木戸松子と中太郎中太郎、明治28年、木戸中太郎から1959年3月15日は、明治時代から昭和時代の人物。地質学者、木戸高義の養子。実父は松本純造。母は木戸夫人、松子の妹、新。京都生まれ。1876年、木戸高義の養子となり、 木崎忠太郎から木戸忠太郎となる。1886年4月、養母で、おばの松子が死去。1898年、東京帝国大学理科大学地学科卒業、農商務省に入る。1903年8月23日、小野田元、広氏の娘、選手と結婚。1907年3月、製鉄所技師券農商務技師のまま、満州鉄道に入社。 地質調査部長として暗山市不順行の自鉄工を発見するなど功績を挙げた。地質研究所長となる。1909年春、ダルマの収集を始める。1921年、満鉄疑国事件で召喚される。1923年、50歳で退職。ご半生は、京都の自宅の別棟に、ダルマ堂を建て、ダルマ収集の趣味に生きた。 1932年、著書、ダルマと、その書層を刊行。1941年9月23日、郷土玩具の研究会、京都はンベ会を結成。1959年、88歳で死去。ダルマ堂は、京都市中京区の木戸高吉旧宅に隣接して、現存し、公開されている。ありがとうございます。